上は、カーラカとサカ、下は、バラミトラ王。カーラカ物語は、ジャイナ教白衣派の物語集である。聖典ではないものの、パリウーシャン祭りの時に、カルパスートラと共に読唱される。カーラカの物語がいつ誰によって編纂されたかは、明らかでないが、カーラカの父とされるワイラシン派は、ダールオトとして、マールは地方を支配した。 パラマーラ朝の実在の王であるためにそれ以降の作であり、またおそらく12世紀にはすでに存在した。プラークリット、またはサンスクリットで書かれた様々なテクストが残るが、ブラウンがロングアノニマスバージョンと呼ぶ系統の本は、プラークリットの陰文と三文混じりの作品で、1278から1279年頃の写本が残る。 現代インド諸語の翻訳も存在する。全部で4話から構成されるが、第1話が最も長い。ブラウンによれば、この物語の主人公である、カーラカは時代の異なる3人の人物の伝説が混在している。ヘルマンヤコービによって1880年にドイツ語の翻訳をつけて出版された。テクストによって筋はかなり異なる。以下はブラウンによって整理された。 ロングアノニマスバージョンによる。カーラカは、ダラーバーサの王子だったが、森であったクナーカラというジャイナ教の構想に、強化されてその弟子となり出家した。カーラカがウジチャインで説教しているとき、同じく出家していた妹のサラスバティもその場に、加わっていたが、ウジチャインをガルダビラはサラスバティを誘拐して、自分の高級に入れてしまう。カーラカは、王の説得に失敗したため、 インダス川西岸にある釈迦空へ行き、その支配者層である96人のサーヒを説得して、ウッチャインを侵略させた。しかしガルダビラは魔法のメスロバを持っており、このメスロバの鳴き声を聞いた人は皆、血を吐いて倒れてしまう。カーラカは、ロバが鳴こうと口を開けた瞬間に口をめがけて、矢を刺させた。ロバは、ガルダビラ王の上に排泄物をぶちまけ、王を蹴飛ばして逃げた。 こうして、ガルダビラ王は国を追われ、サカがウッチャインを支配したが、その後ビクラマーディティアがサカを追い払い、その年をビクラマ起源とした。135年後に、サカは再び勢力を取り戻し、サカ起源を立てた。バルジオ・バラミトラとその弟のバーヌミトラは、母方の叔父である、カワラカをマネたが、ジャイナ教を心よく思わない宮廷の祭儀、担当者による嫌がらせを受け、 カーラカは、バルーチを去って、マハーラーシュトラのプラキシュターナに移った。ジャイナ教のパリユーシャンの祭りは、聖典では、ヒンドゥー歴のバードラパが月白分5日に行うことになっていたが、マハーラーシュトラではこの日が、インドラの祭りと重なっていたため、プラキシュターナのシャーリバーハナ王は火をずらしてほしいと、頼み、カーラカは1日前の4日にずらした。このためにパリユーシャンは、 聖典の記載より1日早く行われることになった。弟子たちが自分に従わないため、カーラカは夜中に密かに弟子たちを捨てて、孫弟子のサーガラチャンドラのもとへ行く。しかしサーガラチャンドラは、それがカーラカであることに気づかず、また、自分の知識をひけらかそうとして、カーラカと哲学的議論を始めてしまう。翌日死がいないことに気づいた弟子たちが反省して、 追いかけてきたため、サーガラチャンドラはそこで、初めて議論の相手がカーラカだったことに気づき、許しを請う。カーラカは、聖典の知識は、時代とともに失われて、現在では、全体のごく一部しか残っていないものなのだから、その知識を誇るべきではないと悟す。シャクラ神が、バラモンの格好をして、カーラカの知識を試すが、カーラカは、それがインドラであることを見破り、インドラは、 カーラカを賛美する。カーラカは、自らの寿命が残り少ないことを知って、職を断って没し、展界に生まれ変わる。ありがとうございます。